車乗ってきて、何か白くピンクの。スタートして200メートル地点は30秒。第1組と同じような展開です。第1組同じような展開でフィニッシュタイム2分8秒となっています。先頭腰ナンバー12番樋口くん堀切。400メートルの通過です。62秒。第1組と全く同じ展開。さあ先頭争い2名。さあ競り合って記録を上げたいところです。第1組はこのまま行って2分8秒まで、タイムを下げてしまいました。さあ先頭が変わるでしょうか。変わります。600メートルを1分35秒この第1組と同じ。さあスタートをかけて2分、前半を出したい。さあ樋口くんがまた巻き返すか。さあ2人接戦。樋口君と丸山君、丸本君、5、6、7。さあどちらが先にフィニッシュしたか。2分15秒、20秒。ただいま映像の第一曲走路内側では走り高跳びが行われています。中学共通男子の走り高跳び、そしてメインスタンド下では走り幅跳び、小学生